朝です。さあ目覚めてください。今ええ気分で寝とるんや。邪魔せんといて。しずさん、おはようございます。にゃー、で、出たー、お化けやー。お化けに写真撮られたー。魂抜かれるー。いや待って、さっきの声めっちゃ聞いたこと。お察しの通り魅力です。大成功。決定的瞬間もしっかり写真に収めましたよ。なんやなんや、寝起きドッキリって突然どないしたっちゅうねん。しずさん、まさか今日が何の日かお忘れですか。今日って、おお、ハッピーバースデー。うちの誕生日やもんな。魅力の目論み通り、サプライズ第一弾は大成功だったわね。第一弾ちゅうことはまだまだやってくれるん。はい、お笑い大好きなしず先輩を楽しませるネタたっぷり仕込みましたよ。写真係の私が決定的瞬間を捉えますから、いいリアクションしてくださいね。めっちゃおもろそうやん。え、けど今の寝起きドッキリはあれやな、ユーミン時のネタの使い回しやんな。初っ端から過去のネタこすって、すでにネタ切れちゃう。そう突っ込みながらもワクワクしていることは想定の範囲内ですから。それに最初だから鉄板王道なんですよ。二人に自信満々で言われると、なんやそんな気がしてきたわ。王道あり、変化球あり、今日はじゃんじゃん何かが起こるから覚悟しといてくださいね。よっしゃ、ほな最高のリアクションしまくったるで。